はい、横さん、はい、ゴルフパートナー埼玉見沼店、はい、やってまいりました、はい、PR 動画でございます。はい、PR 動画でございます、はい、こちら加盟店さんですね。そうですね、はい、はい、住宅街の中ですね、うん、大宮ですか、要はですね、うん、はい、もう都内からも近いので、はい、ピュッと来ちゃいました。はい、はい、ということで動画を撮影しましょう。はい、ね、こういうのがもう気になってしょうがないです。うん、気になってしょうがないです。早速、うん、井戸木モデルじゃないけど、うん、21度、うわー、いい、いい、うん、あ、これ全然、これでもう十分いいですな、うん、面も抜群やない、うん、なんかちゃんとモデルをさ、うん、教えてほしいってよく言われるんですよ、最近コメント欄で。はい、だけど分からへんのもあるっていうね。 PRC、うん、ロイコレ BBD です。うん、2000円ですよ。なんかシャフトがツアー AD 刺さってます。ね、6000円のロイコレもある。ああ、これもまあオフセットついてて、これもこれで面はちゃんといいね。オフセット入りのやつ。うん。BBD 506 V 24度か。名機5000円で売ってるよ、アイアンセット。え？どれ？いや、めっちゃいいかもしれんやん。あ、セクションね。セクション。これいいですよね。これで十分だぜ。5000円だよ。うん、なんか、あ、その隣のアダムスもちょっと気になるんだけど。アダムス。ヨコさんユーティリティ一時使ってたでしょ、アダムス。お、うん、ありあり。ありあり。あり？うん、ありあり。面がいい。このなんかユーティリティっぽい。うん、おお。ワイドソールで。昔のスリクソン7890円。中島正夫、ねえねえねえ、この時からもうこのソールやってたの。ああ、このここ V ではないけど、ここの両端、これはあれかね、青木さんが必ずここ削るんだよ、クラブを、うん、あの削っ、こうやってこうドライバーも削ってるじゃないですか。こうさ、ハンドダウンになるからさ、うん、ここが引っかかってしょうがないから必ずこう削るんだよね、うん、青木さん。その流れなのかな、うん、その人のやつなのかな。7890円。 ZR30 キャロフュージョン。ああ、いい面してる。これ案外と打ちやすそうだ。めちゃくちゃ球拾いやすそうだし、汚いけどね。あ、これ吹けば大丈夫だ、うん、わ、めちゃくちゃ球拾いやすそう、うん、あ、俺ヨーロッパこれでやればよかったな。すごい球拾えるわ、これ。こういうやつペタペタのライからでもいけるよ。構えてごらん。まあ、ピンキャロウェイ顔だよね、ピンキャロウェイ顔、うん、でもほらソールがペタッとくっつかない、この、うん、このなんかすごい拾える感じ、うん、分かる分かる分かる。バンスが当たらない、バンスが当たらなくて、うん、なんか若干出っ歯な、オフセット入ってんだけど若干出っ歯な感じ。やっぱソールがいいよね、こう、うん、オフセット入ってるけど若干出っ歯、うんうん、これ青木さんさん、これこういうここ削るんだよ、ここ、うんうんうん、分かる分かる。こうするとさ、すごい拾えそうな感じになるんだよ、うん、いいね。そう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 、最近コメントでさ、うん、遊ぶはまあデシャバルなみたいなさコメントもあるんだけど。いやいや、うん、デシャバってもらわないと俺だけじゃ説明できないから。これがいいんじゃんね、うん、職人とそのモデルの詳しいこととか俺知らないから。さあ、やっと中入ってこれた。お、ジュニア、まあね、温かい目で見ていただきたい。ジュニア用2万円、うん、かわいい ね。ネックスジュニアのやつじゃない、ネックスって書いてるけど、ネックスジュニア。これゴルフパートナーのプライベートブランドなんじゃない。そうなの、うん、そんなゴルフ界のためにやってくれてるの。あ、めっちゃ面いいやん。これでジュニアは始めてもらいたいね。
あいいですね。むちゃくちゃいい面してるよ。超癖ない、うん、そう、こういうね、癖ないグラブで始めてもらいたいわ。めちゃくちゃいいじゃん、面が。何これ、2万円で買えるんだね。うん、これ超おすすめですよ、うん、お父さん、ゴルフ新品で2万円でしょ。そうそうそう、バッグついて、そう、子供にゴルフさせようっていう方、まずこっから、うん、これめちゃくちゃいい、癖がない、うん、いい、いい。さあ、ちょっと豪華なタイトリストフルセットは28万だ。おお、ね、もうもう最新の T200 入って買い替えだと 20% オフだって、すごいじゃん。ということはもう22万ぐらいで、うん、いけちゃうってこと。うん、そうっすね、22万十分だね、この辺で。新品で、新品5万、うん、ネックス、このネックスっていうのがあれなのかな、ネックスジェンの弟ブランドみたいな感じ、うんうんうん、おお、フラット、結構フラット、日本人向けに作ってるんだな。うん、うん、おお、まあ十分十分、もう、ね、これで十分だよ。やっぱ海外のこのセットと比べるとやっぱ来客、うん、がやっぱ全然違うもんね。そうね。そうね。日本人向け。これはまあまあフラットというか、これも大丈夫です。BRZ を考えていいんじゃない？RBZ。あ、RBZ。お、めっちゃいいやん。めちゃくちゃいい面してるよ。ロケットボルズ。うん。めちゃくちゃいい面してる。いいね。構えてごらん。わ、なんかもう普通にこれでいいんだよね、多分。めちゃくちゃいい面してない、うん、すごくいい。全く問題なさそう。本当に。なんかいい面してんな。テイラーってこういうモデルの方がいい面してるよね、うん、なんかどれだけ見てくれるかわかんないですけど、コメント欄にたまに入るのがもう、はい、横瀬さん、あの外に出てるような、うん、もう1万円以下のアイアンセットと、うん、1000円ぐらいのウッドとかの組み合わせで、うんうん、どのぐらいで回れるかやってほしいみたいな。いやいや、普通に普通にアンダーパーで回れますよ。普通に、うん、はい、ですよね、本当に普通に、むしろ使ってみたいっていうことも若干感じるぐらいですからね。そうそうそう、もう普通に回れます。そういうのやってみる、もう、ね、最初ドライバー1本で回るとかふざけた企画もやってましたけどね、うん、じゃあ本当にそれ、そういうのってあれ、あそこでできるか、千葉のほらゴルフパートナーがインターの前にあるあそこで朝借りて、うんうん、それで、うん、コース実際回って、うん、いくらのセットで回れあれだろう、一番安いのだから、あのさ、うん、デクショーのさ、うん、5000円とかの5000円のセットとさ、うん、あのあれだよ、980円ぐらいのドライバーでさ、うん、1万円以内のセットでいくつで回れるのかってちょっとやってみようか、うん、ね、やってみたよ ね買い物のところからスタートして、うん、で買い、あの使って返すところまでセットでね。そうだね、うんうん、工房筆を選ばずだけど選ぶ工房値段で選ばず、うん、パターどうするって話だよね、横瀬さんに至っては。ああ、パター、うん、でもまあまあプライベートのラウンドぐらいやったら全然これで入りますよ。いける、全然、はい、全然大丈夫です、うんうん、これさ、うん、どんどんやっぱ価値上がってきてるね、これも、うん、一番しなかったもんね、うん、なんかだんだんほとんど変わらないじゃん、売り出しの時と。堀川みくむさんの
お好むようなセンターシャフトかなこれ、はい、ね、なんか番組出てたけど、うん、パター外しまくってたけどあれだね、普通のピンパター使ってたよ、センターシャフトじゃなくて。嘘、うん、試してんのかな、試してみたのかな、ねえ、やっぱあれだけうんちく語ってたからやっぱりこのセンターシャフトがいいでしょう、うん、グマンの場合は。お、高級コーナーですか。高級コーナーですね、はい、キャメロン、キャメロンとタイトリストだこっちは、うん、キャメロンですね、キャメロンだ、はい、とピレッティ、あ、ピレッティ、うん、最近そのピンもあるな、ピレッティがなんかよく PLD ミルズも見ますね。もう最近はないこのここがごつくなってるやつがやっぱりいい主流、いいんですかこういうの、トラス構造、うん、やっぱオフセンターヒットに強いっていうことなの、ねじれないんじゃないですか。確かに、なんかあれか、オフセンターあんまり芯を外すってことはないと思うんだけど、なんか転がりがいいのかなやっぱり、うん、何なんだろうか、パターも進化してるのかな。いや、してると思いますよ、高 MOI でしょやっぱ。そうなんだ、はい、典型みたいな、うん、そうそう、パターで横さん芯外さないですか絶対に。いや、うん、俺は芯を外すよりフェースが開いたりすることでによってあのスマッシュファクターが下がることをアマチュアの人は気にした方がいいと思うよ、うん、けどほら芯外したらフェースも先に当たったら開くし、まあね、ヒルに当たったら閉じちゃうじゃん、うん、まあね、だけど、まあ、そこよりも先に面だろうってこと、そう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 、うん、面がずれたら初速も落ちるし回転も悪くなるし、うん、デメリットはもう多いよと、多い、うん、なんか見たことないウェッジありますね、知ってる、知らない多いな、ギザギザしてて、すごいですね、あり、こういうのミーリングね、すごい、何これ、いくら、11,000円、なんだろうこれ、なんなんだこれ、すごい溝してるけど、すごいですね、MT28 出ました、懐かしの、うん、懐かしいですね、哲也の、哲也の T 元祖激スピン、うん、MT28、うん、ね、かぶってるかぶってないでこれの、これ指標に出しますよね、原型がありますけれど、その原型にやっぱりこの市販モデルは勝てなかった、うんうん、あ、シャフト、シャフトはねえ、うん、分かりやすいじゃないですか、大きくこう 50g とかで SX とかで書いてるから、あ、ちゃんとそういう風に分けてくれてるんですね、うん、あ、で、スリーブ別だ、あ、ピン、タイト、キャロウェイ、うん、テーラー、なんかほらこの間さ、うん、あの新しいキャロウェイのネジがさ変わったって、ああ、はいはい、クルクラブスでやったじゃないですか、うん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 、あれ US 仕様だけらしいですね、買ったの、あ、そうなんだ、国内仕様は買ってないみたいです、なるほどなるほど、うん、そうなんですね、でもね 2g 軽くなるんだったらそっちの仕様にした方がいいような気がするけど、 あ、ね、あ、この金額でこれはもう、うん、もう狙い目になってきたな、I20、うん、アイアン悩んでる人は一回使った方がいいと思う、 P
ピンの面のいい面のいいアイアンは。そうですね、うん、引っかかったら飛んじゃう人、フェード打つと全然飛ばない人、うん、球が上がんない人、うん、これはね、かぶってるクラブ使ってる可能性大ですよ。もうサロンメンバーさんもね、追っかけて買いに行ってくれてるみたいですよ、こういうやつ。本当、うん、X シリーズね、X20、うん、この辺は名機ですよ、うんうん、この間もね、かぶってるかぶってないセミナーで、うん、大体皆さん分かったでしょう、うん、あれ出た人はね、ね、これこれ、名機名機レガシー、うん、名機いいね、なんか僕がもう密かに次なる時代のアイアンはこうなっていくのかと思ってるやつ。これ、うん、これが MOI だっけ、うん、それがいいの。あ、めっちゃいいじゃん、面が。そうなのよバカいいじゃん面のいいグース顔の代表みたいな顔してるよね。だね、うん、面のいいグース簡単だろこれ。ステルスのアイアン、うん、球の、ね、上がりづらい人、うん、拾えて捕まって、ここが薄いから上がるっていうのは、まあそれもあるんだけど、うん、面が良くなきゃ球上がんないから、うんね、あれ似てる、パートルネードのアイアンに似てる。あ、そう、ね、うん、ただこういう薄いのはフェアウェイからはいいけど、ラフの時にちょっと天ぷらとか、うん、上に当たりがちだから、つま先上がりのラフがちょっと難しそうだね、確かに、うん、夏のね、ちょっとラフがひどいところはちょっと難しいかもわからない。だからそういう、こういうアイアン使ってる人はティーアップして、あのクリーンに打つ練習をした方がいいですね、うん、浮いてるボールをクリーンに打つ練習。あ、新しいゼクションのアイアンがもう中古に並んでるよ。そう、うん、早くもなんか評価高いんじゃないね、それ。早くも、あ、もう打った後あるわ。本当だ、なんかだ。でもフェース面がさ、歴代のゼクシオと比べてやっぱちょっと違うね、うん、ちょっとおかぶりになられてると。あら、うん、これはちょっと考えておこう。ああ、本当だ、すいませんでした。ちょっとおかぶりになられてるね、これ、うん、難しいな。もう発売しましたね。ね、買えるんですね、もうね。やっぱ買い替えだと安くなるんだね、少し。うん、AI スモークのアイアン。グース入っとるね。これもうもはや5番アイアンじゃん、この7と書いてあるけど。7番で26度ぐらいなのかな、うん、飛びアイアンでね、これ、うん、変えますよ、もうちょっと気になったよね、ユーティリティね。そう、面がね、すごく輪郭がはっきりして見やすくなった、ここのね、うん、この線がすごく、はい、ガイドとして非常に面がピシッと見える。あ、いいなぁ、なんかユーティリティがすごく、うん、どれかな。でもね、この間もさ、たくさんの中から選んだりとかしたじゃん、うん、M4 も、うん、やっぱ選びたいよね。ね、選びたい。松山はこれか。それは手に取りますね、うん、松山これ使ってんのかなと思ってね。松山今日の朝、うん、チップインバーディースダボーチップインイーグルスタートでした。何？チップインバーディースダボー、うん、チップインイーグルスタート3ホールで。
ユーティリティ、今こうフェースをこうザラザラしてやるのが今流行りだしてる、これ SM9 これかブラスト、ブラスト加工。でもこれはなんかそんなに、それはだってこれ RTX でしょ、これ冒険のやつに買ってるけど、これはこっちは、あ、こっち、うん、これか。これか RTX。 あ、すごい、すごいね、これは。でもここであって、こっちは普通だよ、うん、どういうこと、ここで打たないのに、どういうこと。これはスピンが増えるぞって気持ちにさせてくれるデザインらしいです。だよね、うん、そういう気持ちにさせて、スピン増を想起させる、いるそれ止まっちゃったよみたいなのが届かないよっていうの、いるかな、そう、防止するためにイメージ取るわ、あんだけっていうからイメージ取るわ。あ、これいいな、うん、20度ちょうどいいですね、うん、でね、このプロギアのこれどう思う、このどっからでも打てるらしいよ、ふっかいらふからでも、どっからでも、超傾斜地でも、ソールが、うん、ソールが、うん、ディボットの中でも、うん、確かに、確かに、これあれじゃん、もうディボットの中にボールが埋まってても、ここでここでツーンって拾えるね、うん、面白い。9、いいじゃないですか、考えるね、うん、28度、プロギアってこういうこと考えるよな、いろいろ。6番アイアンの代わりに、はあ、面白い。ヨウさん、これ気になったね、今ね、うん、大きい、ちょっとなんか変に変に大きいな、ちょっと先が、うん、やっぱりこのオノフはいいんだよな。あ、オノフはやっぱどのモデルでもやっぱ掃除ていいんだいいね、オノフはやっぱり。じゃあさ、結構さ、うん、いいね、古いオノフとかも結構いいんじゃないの。そうそう、いいよ、結構、うん、だって使ってたわけだもんね、慎吾さんが。そう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 、コブラ、コブラもまあまあいいね、うん、コブラもいいっすよ。あ、エアロジェット新しいやつだ。あ、そうなんだ、割と、うん、面が、面が良いよ、うん、オノフはいいよな。本当、最近もうずっと 見てるもんね、うん、オノフ。オノフとなら契約できる、あれ。あ、本当、うん、いい、あの全部。オノフの方、ご覧になってますか。いや、しない、しないっていうか、このチャンネルが大事なんで、できないんだけど、しないっていうか。これ今流行ってるよ、ね、アーティザン、アーティザン、タイガーのウェッジを削った人なんでしょ、うん、のめっきですね、のめっき、絶妙なミーリング加工、マスターゴルフジェイズだね、これジェイズ。なぜかグリップがこうなっちゃうんだよな、こういうクラブ持つと。ジェイズ、
なんか星野秀正のクラブみたいなブルーの星野今どうなの YouTube あどうなんですかね。この間上がってたな、うん、1回もコラボできてないですね。そう、うん、1回断られたんだよできないっつって。星野さんのこだわり聞きたいですね。ね、うん、こだわりトークしたいですね。ねえ、うん、星野あれこれさっき見たっけ。カメラ回ってない時に見たんだけど、このプリセプト懐かしい。懐かしいよね。ね、プリセプトブリヂストンの。あ、ちょっと待って、珍しい、懐かしいって言ったけどこれ発売は2022年なんだ。また復活したのプリセプト。あ、そうなんだ。ヨネックスだよな、ね、あの似てますね。ね、めちゃくちゃ似てるよ、うん、511501なんかちょっとそれと似てるよね。ちょっとおかぶりになってます。まあ、掘り出し物ありますな、はいはい。まあ、ということで、はい、ちょっと裏にもゴルフパートがあるからそっちにもお邪魔しようか。はい、そうです ね、はい、ということで、はい、以上でございます。埼玉ミネマ店でした。